出展、アメリカ地質調査所。メタンハイドレートとは、低温かつ、高圧の条件下で、メタン分子が、水分子に囲まれた、網状の結晶構造を持つ、包摂水和物の個体である。およその比重は 0.9g マイリッポセンチメートルであり、堆積物に固着して海底に大量に、埋蔵されている。メタンは、 石油や石炭に比べ燃焼時の二酸化炭素、排出量がおよそ半分であるため、地球温暖化対策としても有効な、新エネルギー源であるとされるが、メタンハイドレートについては現時点では商業化、されていない。化石燃料の一種であるため、再生可能エネルギーには含まれない。メタン水あえ物とも、見た目は氷に似ている。一立方メートルのメタンハイドレートを一気圧の、 状態で解凍すると164立方メートルのメタンガスと水に変わる。解凍する前のメタンは、メタンハイドレートの重量の15%に過ぎず、他の85%は水である。分子式は CH45.75H2O と表され、密度は0 9 1 0 g トルである。火をつけると燃えるために、燃える氷と言われることもある。 水分子で構成される立体網状構造の間劇中にガス分子が位置して安定な固体結晶となっている氷状の物質は放摂水和物、ガスハイドレート、あるいはクラスレートと呼ばれる構造になっている。ガスハイドレートにはガスが失われると残された立体網状構造である放摂格子だけでは格子構造を維持できないものと放摂格子だけでも 格子構造を維持できるものがある。メタンハイドレートは、包摂化合物とも呼ばれる、クラスレートであり、骨格となる、水分子間の5から6程度の隙間に入り込んだ、ガスが出ていくと格子は壊れる。メタンで飽和した、メタンハイドレートは、2つの12面体と6つの14面体構造を、ナス46の水分子からなるユニットが8分子の、メタンを包摂している。 メタンハイドレートを構成するメタンの炭素同位体比は比較的小さい値を示すデータもあり、これらのメタンは海底熱水系統において確認されている非生物起源のものではなく、堆積物中で有機物の分解によって生じる生物起源のものを主としていると考えられている。ハイドレートの網状構造を維持するためには環境が低温かつ高圧であることが求められる。 地球上では、シベリアなどの永久凍土の地下数百マイナス千メートルの堆積物中や海底でこの条件が満たされ、メタンハイドレートが存在できる。実際には、ほとんどが海底に存在し、地上の永久凍土などにはそれほど多くない。またメタンハイドレートを含有できる深海堆積物は、海底直下では低温だが、地中深くなるにつれて地温が高くなるため、 海底付近でしかメタンハイドレートは存在できない。また、圧力と温度の関係から同じ地温をなす。大陸斜面であれば深くなるほどメタンハイドレートの岩油層は厚くなる。これらの場所では大量の有機物を含んだ堆積物が低温、高圧の状態に置かれ結晶化している。地表の条件では分解して吸熱反応を起こす。 この時生成される水は氷の白膜を形成するためメタンハイドレートは上圧引低、摂氏20度程度でも長く保存できる自己保存性を持つ。1996年のアメリカ地質調査所の調査によるハイドレートの分布図黄色の点がガスハイドレートを示す。状況によって異なるが、概ね大陸方が海底へとつながる。 海底斜面内の水深500-1000メートルでの地下数十から数百メートルに存在し、メタンガス層の上部境目に存在するとされている。通常は高圧下でありながら凍った水分子のカゴ状の結晶構造に封じ込められている。2008年現在、日本近海は世界有数のメタンハイドレート埋蔵量を持つとされる。本州。 四国、九州といった西日本地方の南側の南海トラフに最大の推定埋蔵域を持ち、北海道周辺と新潟県沖、南西諸島沖にも存在する。また、日本海側には海底表面に純度が高く塊の状態で存在していることが、独立総合研究所、石油天然ガス、金属鉱物資源機構、 海洋研究開発機構などの調査より分かっている。新潟、秋田、京都など、日本海沿岸の12府県による海洋エネルギー資源開発促進日本海連合は、日本海側では一部の地域における学術的な調査の実施にとどまり、開発に向けた本格的な調査、産出試験が実施されていないとして、日本海のメタンハイドレートの開発に向け、 経済産業省資源エネルギー庁に予算の確保を要請している。海洋基本法に合わせて海洋政策の指針とする2018年度、海洋基本計画では2020年代後半の民間企業主導の商業化を目指している。2021年。 経済産業省は2023年から2027年までの間に民間主導の商業化プロジェクトスタートさせる計画を発表。また2013年6月には千島列島と北方領土の大陸方に最大でガス87兆立方メートル相当のメタンハイドレートが埋蔵されている可能性が高いとして ロシアの国立研究機関であるロシア科学アカデミー極東地質学研究所もロシア国営石油大手ロスネフチに開発検討を提案している中国では大見地区で350億トンの油に相当するメタンハイドレートが見つかっており南シナ海には680億トン相当のメタンハイドレートがあるとされており2013年の6月から9月には 中国国土資源部が、関東圓海の玉、江口盆地東部の海域で初めて高純度のメタンハイドレート採掘に成功。1000億から1500億立方メートルの天然ガスに相当する資源を確認しており、2030年の商用化を目指していると発表している。日本周辺におけるメタンハイドレート推定埋蔵域日本のメタンハイドレートの資源量は、 1996年の時点で分かっているだけでも天然ガス換算で7.35兆立方メートル以上と推計されている。日本では1990年代より太平洋でメタンハイドレートの調査や試掘を実施している。しかし2002年にアメリカドイツカナダ等と共同で実施したカナダ北西純州のマッケンジーデルタでの産出試験や 2014年に、経産省所管の石油天然ガス、金属鉱物資源機構が2年間の準備期間を経て、実施した愛知県沖での産出試験でも商業化に、つながるような方策は得ることができておらず、2015年代においても、有効な採掘方法の確立には至っていない。2012年から3年にわたって、日本海側の 表層型と呼ばれる比較的浅い地層に存在するメタンハイドレートに関する調査が実施されている。なお、四屈に関してはかつてバイカル湖で行われていたチャンバーによりメタンハイドレートからメタンを回離させる方法が用いられる。メタンハイドレートの探索に関しては超音波等を用いた反射法地震探査により海底疑似反射面を捉えることが主流な手法であるが、 BSR 以外に上越沖のような廃車構造やプレート境界、メタンシープメタンプルームを手がかりにする方法も提案されている。回収方法に関しては、以前は採掘の際にメタンハイドレートの存在する地層の温度を上昇させ、メタンハイドレートを溶解させてメタンを回収する加熱法が検討されていたが、この方法は、 エネルギー効率の解決が困難であったため、近年では採掘の際にメタンハイドレートの存在する地層の圧力を低下させ、メタンハイドレートを溶解させて、メタンを回収する減圧法が検証、実験の対象として進められている。減圧法による最初はいくつかの成果も出始めているが、この方法にも減圧によって、 周辺海底の土砂が崩壊し、回収用のパイプが目詰まりを起こす課題があった。だが、原因が特定され、対策が機能することが確認されている。加熱法、減圧法以外にもメタンハイドレートの地層で化学反応を起こしメタンを取り出す方法など様々な提案がされているが、いずれの方法にも解決しなければならない数々の問題が存在する。 国内では、減圧法などと組み合わせ、生産性や回収率を向上させることで、経済性を上げるため、増進回収法と呼ばれる生産を支援する技術の研究も進められている。増進回収法としては、基本的に加熱法に分類される次のような方法が研究されている。1メタンハイドレートの分解で、対象層が、 氷点開化になるまで減圧を行うととで地下水が氷、摂氏0度に消温する、強減圧法、日層内の有機物を共産などで酸化させる、部分酸化法、酸水と二酸化炭素を微細混合したエマルションを用いて CO2 ハイドレートの生成で摂氏10度ほどに加温させる方法などが研究されている。2010年4月には三井造船が 世界初の天然ガスハイドレート陸上輸送の実証研究を完了している。これは個体のメタンハイドレートをペレット状にして輸送する方式で LNG に比べて常温付近で製造が可能で大気圧が低く摂氏20度で安定であるため設備全体を簡便にすることが期待されている。日本近海で初期に日本政府による メタンハイドレート採取の研究が行われたのは南海トラフであった。この海域では海底油田の採掘方法を応用して1999年から2000年にかけて試掘が行われ調査範囲における分布状況が判明し総額500億円を費やしたが商業化には至っていない。これは南海トラフなど太平洋側のメタンハイドレートは 分子レベルで深海における泥や砂の中に混だめしており探索、採取が困難を極めているからであるとされている。1990年代に設立されたエネルギー総合工学研究所の太平洋側で砂層型メタンハイドレートの調査を行ったメタンハイドレート調査委員会で初代調査委員長を務めた石井義則は 採掘以外にもメタンハイドレートからメタンを取り出すためにもエネルギーが必要であり最終的に1のエネルギーを使ってメタンハイドレートから得られるエネルギーは1に満たないと主張している上記のような理由から青山茂春の提唱で日本海側の県が連合して結成した海洋エネルギー資源開発促進日本海連合では採掘作業や 泥や砂との分別作業が必要なく、環境負荷も低いメタンプルームからの採取を計画し、生産方法の一般公募も行っていて、小学生も参加している。大気中のメタンは二酸化炭素の20倍以上もの温室効果があると言われており、メタンハイドレートは放置したままでも海水温の変化や、海流の影響でわずかずつメタンを回離し、そのメタンは自然と、 海中から大気中に放出されてしまうため積極的に開発し利用して温暖化効果を抑制すべきだとする意見が存在するこのメタンによる温室効果は最終的には数千兆円もの損害を与える可能性が指摘されているアメリカ地質調査所等はメタンハイドレート開発によって発生するメタンのうち回収しきれずに大気中に放出されるメタンが 気候変動にさらに大きな影響をもたらす可能性があることを警告しているが、前述のように開発せずに放置した場合の弊害も大きいとされる。アメリカ合衆国エネルギー省国立エネルギー研究所メタンハイドレート開発技術マネージャーのレイボズウェルは特に表層型のメタンハイドレートは回収不能なメタン放出の危険性が高く、安易に開発を進めることは 好ましくないとしており、これはメタンハイドレート温度を下げずに回収する仕組みを考案することで回避可能である。なおメタンの大気中の滞留期間は12年程度、二酸化炭素は5年から200年と解析方法によって差がある。温暖化ガスに地震で放出されるメタンも考慮すべきとの論もある。また、地球温暖化が進むと海水温がさらに上昇し、 やがてこれまでは海底で安定状態にあったメタンハイドレートからメタンが解離され大気中に放出される。すると、さらに温暖化が進み海水温を上げ、さらに多くのメタンが吐き出される悪循環を起こすことが予測されている。2億5000万年前の PT 協会ではこの現象が実際に起こり大量絶滅をより深刻なものにしたという説もある。 青山千春は、表記の解体による水圧源がメタンハイドレートの分解をもたらし、魔表記に移行するきっかけになっていることが最近の研究で明らかになっているとしており、松本亮は地球環境の変動はメタンハイドレートの安定性に大きく支配されているとしたガスハイドレート仮説を提唱している。ありがとうございます。